こんにちは、ヒカックゲームズです。今日もウィニングイレブンアプリ2018やっていきたいなと思います。今日もですね、ガチャじゃない、ごめんなさい。今日から新しく来たイベントのですね、解説動画上げていきたいなと思います。で、さっきですね、ガチャの方は上げさせてもらいましたので、続いてはですね、イベントということで、今回も僕の方で解説と攻略動画上げていきたいなと思っております。はい。で、今回ですね、ガチャと合わせて、ベストオブノーメンバーツアーというのが来ております。僕まだ1試合もやってないんですけど、はい。ベストオブノーメンバーツアーということで、イベントが来てるんですけど、今回結構ですね、最近の流れとはちょっと変わってきていて、だいぶですね報酬も改善されているので、そのあたりですねお話ししていければいいかなと思っております。はい。で、イベントのですね、概要についてお話しします。今回ですね、ベストオブノーベンバーツアーということで、今回は 2500TP、5000TP の報酬でレベル上限アップトレーラーがもらえるようにリニューアルしましたと、はい、書いてあります。はい、このあたりはちょっと後で触れていこうと思うんですけど、はい、イベントタイプがツアーで、期間としてはですね、12月4日、今日から12月8日、これ4時59分って書いてあるんですけど、これ13時59分なので、だいたい、4日間ですね。今日の14時から、4日後の14時までという形になります。はい。で、今回もですね、ツアーポイント報酬というのが、追加されていて、こんな感じですね。で、前回と同じように、前回というか、まあ、最近の流れと同じように、マックスはですね、5万 TP という形になっております。はい。そんな感じですね。で、ここまではですね、皆さんおそらく、今までの通りっていう形だと思うんですけど、実はですね、これマックスの報酬を今回まとめてきました。5万 TP までいくと、はい、こんな感じの報酬になっています。で、GP はですね、68,800GP で、スペシャルトレーナー星1が14体、スペシャルホットレーナー星2が2体で、スペシャルトレーナー星3が1体、レベル上限アップはなんとですね、最近の流れはずっと6体だったんですけど、7体に増えてます。で、プラス1ぐらいされているので、上限もです。ごめんなさい、上限アップトレーナーの数も増えてるという形になってます。で、ポイントはですね、今回結構報酬良くなっています。で、ポイントいくつかあって、スペシャルトレーナーに関してはあんまり変わってないんですけど、今話したようにまずレベル上限アップトレーナーが増えてると。はい。で、かつですね、レベル上限アップトレーナーがのペースがですね、ちょっと変わっていて、今まではですね、3万 TP までいけばだいたい4枚取れるのが理想だったんですけど、これもですね、5枚取れるようになっています。なので、3万 TP まで走り切る、メリットというか、報酬も増えたかなというところです。あとはですね、はい、GP、皆さんあんまり触れてないんですけど、68,000GP って最近のイベントだとめちゃくちゃ多いです。ちなみに、前回のスパニッシュリーグイベントが37,000で、リーグワンも同じく37,000だったので、約2倍。まあ2倍まではいかないんですけど、2倍弱ぐらいもらえる GP が増えています。はい。これはですね、なかなか、熱いかなと思っておりまして、そんな感じですね。増えています。すごく報酬良くなっているので、今回はですね、まあ走り切るのを狙ってもらう価値はあるイベントに、だいぶ戻ってきたかなと個人的には思ってます。はい。同じですね、報酬時、一応その5万 TP でここまでもらえる量が増えてるっていうのは、すごく面白いかなと思っております。はい。で、これがですね、今回の報酬の合計という形になります。で、またもですね、いつもの通り必要な TP についてお話ししていくんですけど、今回もですね、走り切るのが5万 TP と考えて、イベント期間4日間になっています。で、いつも通り1日の試合数を9試合と置くと、1試合あたりのですね、必要 TP は 1388TP になります。なので、1試合あたりですね、これぐらいもらえていて、かつですね、スタミナを、無駄にせずやっていただければ、問題なく5万 TP いくかなと思っております。はい。で、そんな感じですかね。で、ちなみにですね、例えば1日の試合数が9試合無理だよ、半分ぐらいだから5試合ぐらいしかできないよっていう方は、1試合あたりですね、必要な TP が2500まで上がるので、そのあたり参考に自分のできる試合数と、考えて、目標値設定していただければいいかなと思っております。
はい。あとはですね、今回、またいつもと同じように5万 TP ちょっときついよって人はですね、3万 TP 目指してもらうの結構いいと思います。で、さっき話したように3万 TP まで行けばレベル上限アップトレーナーも5体もらえますし、GP もですね、だいぶもらえる。4万以上はもらえるので、前回のイベントを5万まで走り切った時と同じぐらい3万で、もらうことできるっていうのは一つ大きいかなと思っております。はい。なので、いけない方はですね、3万 TP を目標にしてもらうっていうのも一ついいと思っています。で、その場合はですね、さっきと同じように、イベント期間は変わらないので4日間で、1日のあたり試合数を9とすると、またですね、833TP 取っていただければ、3万 TP は問題なく4日間でいくかなというところで、今回もですね、その1日の試合あたり、試合数を9じゃなくて5で置くと、はい、1500ですね、1500TP 取れていれば、1日5試合でも、3万 TP4 日間でいけるかなと思っております。はい、そんな感じですね、必要 TP に関してはそんな感じでお話しさせていただきました。はい。で、今回ですね、じゃあその1日の試合や、1日1回の、試合でもらえる TP を、増やすにはどうしたらいいんですかっていうところで言うと、基本的にはですね、CPU の難易度を上げるか、スカット評価を上げるかという形になります。で、これ僕のですね、今回のイベントのマックスチームなんですけど、はい、これ、右下のですね、この矢印を押してもらうと、スカット表、ごめんなさい、これじゃないな。はい、これですね、はい。123っていう表記になっていると、スカット評価になっています。で、このですね、チームスピリットの下にスカット評価36っていうのがあるんですけど、これが、あなたのチームというか、今回で言うと僕のチームなんですけど、そのチームのですね、スカット評価。まあ、イベントのボーナス値だと思ってもらえればいいかなと思います。で、このスカット評価っていうのは、これらですね、各選手にですね、今、ボーナス値というか、数字がついてると思うんですけど、これが、各選手の、ボーナス値になっていて、それのですね、まあ、合計というか、総合が、スカット評価につながっているという形になります。なので、この選手がですね、多ければ多いほど、スカート評価も高まるという形になります。で、それがですね、どんな選手がボーナス選手かというと、見てもらうと早いんですけど、はい。こんな感じですね。シーズンボーナスが 18A であることと、今回ですね、ベストオブノーベンバーの、150スターズで出る選手たちは、ボーナスになるという形になります。で、さらに僕ネイマールこの前当てたんで 400% ついてるんですけど、ネイマール、レバンドフスキー、ダビド・シルバー、イカルディ、テアシュテーゲンの、18バージョンを持ってる方はですね、さらに 400% 上乗せという形になるので、これらのボーナス選手を、詰め込んでもらって試合してもらうのがいいかなと思っております。ちなみに、ここからですね、自動配置っていうのがあるんですけど、これ自動配置をしてもらえれば、持ってるチームの中で一番高いスカット評価に自動でやってくれるので、これでですね、まずやってみて、あとはですね、チームパワーとか調整しながら、ご自身で組み立てていただければいいかなと思っておりますので、そんな感じでですね、やっていただければいいかなと思っております。はい。という感じですね。今回のですね、すいません。ちょっとグダグダっとしちゃったんですけど、イベントの解説動画という形になります。なかなかですね、報酬が上がってきていて、おそらく、今後この流れ、多分報酬 GP 渋かったのが、だいぶ2017に戻ってくるとは思うんですけど、まあ今回結構熱いっていうのは間違いないと思いますので、ぜひぜひですね、なんとか5万 TP まで走り切るように頑張っていただければいいかなと思っております。はい、ということでですね、今回動画は以上で終了していきたいなと思います。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。